日の主役はお子セロ、スーさん、はい、そしてもう一つ、マール。今日はスーさんとマール、この2頭のホットセイが頑張ります。それでは皆さん、最後までよろしくお願いします。ではこの後、マールが皆様のお席の近くまで遊びに行きます。もしマールが来ても手を出したり、お席から立ち上がったりはしないようにお願いいたします。マールちゃんがびっくりしてしまうので、静かにお席に座ってそのままでお待ちくださいね。では早速なんですが、お子さんたちが一体何のガムソーラーなのか知ってますか？よくそうなことを見て、あ、新しいだっていう人がいるんですが、お子さんは新しいではなく、アシカの仲間なんです。はい、ではアシカと新しいって何が違うか知ってますか？それではスーさんやマールの顔に注目。目の横にちょこっと飛び出た角みたいなものが生えてるんですが、見えますか？実はこれ、ホットセイの耳なんです。こんな風に飛び出した耳があるのがアシカの仲間。だって耳の穴だけ開けるのがアマアシの仲間。簡単にわかるので、次からは間違えないでください。間違えちゃダメですよ。なんで？なんで？なんで？一緒にしましょう。じゃあ、もうこれでも大事な話を今日みんなに聞くんでしょ。大事な話？はい。なんだっけ？それは、このゴミ。こういったペットボトルやポリタンクといったプラスチックのゴミが海に向かって、せーの、ぽーい、ぽーいって投げ入れられてて、動物たちがすごく困ってるそうなんです。スーさん困ったよー。ちょ、お姉さん、はい、あれ、スーさんのプールにゴミ捨ててませんか？あー、ごめん、どうしよう、もうパフォーマンスできなくなっちゃう。すーさん、私も捨てた、ごめん。もうしょうがないな。じゃあスーさんがプールをきれいにします。皆さん少し待っててくださいね。スーさん、ゴミ拾いだよー。まあ、スーさんって物を運ぶのが得意なんです。バランスの時計持ってきてくれましたよ。慎重に慎重に、じゃあ、はい、オッケー。まずはペットボトルもお願いね。あ、でも皆さん、なんでバランスが取れたか知ってますか？よく見てみると、この先たくさんヒゲがあるでしょ。このヒゲ実はセンサーになってるんです。ではスーさんたちがどれだけバランスが取れるのか、今日は皆さんにちょっと知ってもらいたいと思います。スーさん、まずはこのペットボトルをキャッチ。オッケー。続いてリフティング。1、2、3、まだまだいくぞ。1回転、2回転、3回転、できました。開始。ゴミ箱に捨てますね。待って、お姉さん、ストップ。ペットボトルはそこじゃないよ。え、違うの？そうそう、リサイクルができるから、こっち、分別用のゴミ箱にお願いします。お姉さん、はい、ゴミ箱遠くないですか？あ、届かない。普段向こうでは行けないな。どうしよう、これしょうがない。じゃあ今日はペットボトルをここまで持ってきてくれる私の相棒を紹介しますね。相棒？小麦。さあ、来ました。小麦ちゃんです。じゃあペットボトルを小麦に渡してください。渡すの？じゃあそれ加えて、どうぞ。思い出し、ではそのままこっちに持ってきて、よろしくね。パコーてる。さあ、小麦ちゃん、今日は持ってくるだけではなく、自分でゴミ箱に入れてくれるそうなんです。あ、来ました。皆さん、いきますよ。せーの、ポーイ。はい、合わせて一緒に遊んでいきましょう。はい、それでは
ミュージックスタート。さあ、スーザンの特技ご紹介します。まずはリズムに合わせて準備運動のダンス。楽しそうだね。やってきたぞ。じゃあ次はランニングです。オットセイの走り方見たことありますか？スーザン、向こうの壁まで走ってきて。滑ってるじゃん。実はオットセイたち走るよりも滑る方が早いね。どうも使って遊んでいきましょう。スーザン、まずはあれ見てるよ。使うのはこちら、輪っかを使って輪投げに挑戦です。3本連続首にキャッチしますよ。いくぞスーザン、まずは1本目。 OK、 2本目は素早く転がして、ナイスキャッチ。じゃあ3本目はちょっとさらに難しくするよ。お互いに距離を取って、今日はこの長さ回転キャッチに挑みます。さあ行くぞ。スーザンの反射神経の良さは、それでは今日は皆様にも輪投げにチャレンジしてもらいます。まずお手本で投げます。よく見ててください。スーザンに輪っかをよく見せて、目と目があったらせーので投げると、この輪っかにやってくれます。では今日はこの輪投げ3名の方にチャレンジしていただきましょう。バッカン投げたいぞー。あー、ありがとうございます。これは今2名で、こちらは1、2、3番目、青い T シャツにキャップをかぶった激っぱいお兄ちゃん、お願いします。では向こうの茶色の階段の下でお待ちください。では2人目、はーい。条件ですか？はい、最後はかっこよくビシッと決めていただきたいので、輪投げが得意な大人の方、誰かいますか？回転キャッチにチャレンジしよう。さあ、できるかな？やったー！やったー！いいかね。さあ、それではここからが2人目のチャレンジャーはお姉ちゃん。では、スーザンに向かって思いっきり投げるよ。せーの、えい！あたしー！今度一緒にやろう。せーって言っても、はい、開くよ。せーの、わーい！あたしー！
皆様、無観なチャレンジャーになってまいりましたよ。よし、では階段1番目に乗って、よし、リッパーにそうしっかり向いたから、これで準備は OK。 さあ、お兄ちゃんには一番近いところでスーダのジャンプ見ていただきますよ。それでは行きましょう、コラボレーションハイジャンプ。
クレートがシュリアです。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。この後はスーザンとマールお見送りに参ります。スーザンはガラスの縁でマールちゃんは外で皆様を待っています。この後スーザン水は一切かけません。安心して前をお通りください。ありがとうございます。